テレビ番組を切る2018年連続ドラマ総括、はい、いきなりなんだけど、はい、今年の連ドラの中で個人的に印象に残ってるドラマとは、一番ねその待ち遠しかったのはね、うん、今日から俺はですね今日俺は面白かったですね。あやっぱり80年代がいいのか何がいいのか、うんうんうん、あその喧嘩をこうやっててあれだけボコボコにやってんのにすぐこうケロッとこう出てくるっていうね、あのバカバカしさがいいですね。あね、うん、80年代っていうのはなんかこう来てるのかなっていうね、そこに、まあ、我々はね、うんうんうん、80年代からこう見てておもろいなってはあるんですけど、うんうんうん、割とその若い層もここに来てたっていうのが、うん、そうそうそう、うん、ネットなんか見てたら、うん、10代が結構ね、うん、強烈にハマったっ、そうでしょ、うん、だから視聴率も、うん、あの尻上がりになって、うん、最後 12% 超えたからね、超えましたからね、ひょっとしたら下町ロケットに追いつくんちゃうかぐらいね、ともね思いましたから、ひょっとしたらそのまあ映画の話もまたしますけども、うん、そのボヘミアンラプソディなんかはね、うんうんうん、まあクイーンじゃないですか、はい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 、まあ、クイーンもどっちかというと80年代のスターじゃないですか、でそこにまたその若い人が来てるっていうのもあると、うんうん、なんかそことこう似通った現象が起こってるのかなともね、なるほどね思ったんですけどね、うん、で他にははいゼロですね、ゼロゼロ日曜日の10時半ばっかり行っちゃいますけど日テレ、うん、ゼロはまあ素直に楽しめたかなっていうね、 あれも漫画からやしね、あそうですそうです、うんうん、まあ始まる前に、うんニュースが、うん、いろんなことやってくれたからこれ本当に大丈夫かと、ね、そうですね、できるんかなっていうね、そう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 、でしかもニュースが、はい、後のメンバーが順次ゲスト出演ということもあって、はいはいはい、これは大丈夫かとね、いうふうなこともあった中で、まあ話題性はあったんだけど、ね、うんうん、まあ数字ちょっと厳しかったですけどね、うんうんうん、まあ私もその原作は読んでないから見てないから、うんうん、まあそれなりに楽しめたっていうのがこうありましたかね、知ってたらどうやったんやろうなっていうのはありますけど、うんうん、まあニュース加藤シゲアキらしい、うん、そういう主人公ではあったけどね、そうですね、うん、まあ他で言うとやっぱりね、うん、99.9 ですかね、はあ、やっぱこの辺りは無難に楽しめたなって、これもね、うん、面白かったですね、松潤がね、松潤がね、これはお花より団子とは違う当たり役をこう得たなっていう感じがしますよね、あれも結構おちゃらけた、うん、そういうパートもふんだんにあったりなんかしてまあなんか親父ギャグみたいなダジャレみたいなね、ダジャレがねまあ香川照之さんとのコンビもなかなかやったしね、うんうん、そうですよね、ね、うん、うん、でところでね、はい、前話平均視聴率、うん、2018年ベスト5ということになると、うん、第5位が、うん、14.2%、うん、義母と娘のブルース、あー TBS 7月クールドラマ、もう7月、うん、綾瀬はるかが主演で、ね、はい、うんうん、まあこれも原作が4コマ漫画、おそれをうまくね、こう連ドラにまで持ってきたっていうのは、ドラマにしたっていうのがね、そう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 、脚本家森下よし子らしいっていうところもあるしね、うん、でまあ娘の方が途中から大きくなって、はい、で上白石萌歌がやるんだけど、うん、はい、子役との、まあ、このシームレスさ加減っていうのがうまく引き継がれてね、うん、それも含めてよかったっていうのがね、うん、うん、で第4位が 14.3%、うん、ブラックペアン、あこれは僕意外に数字きたなと思ってるんですけど、ね、そうやね、うんうん、TBS 日曜劇場4月クール、はい、二宮和也主演、うん、でまあ海堂尊、はい、バチスタシリーズ、ああなるほど、それの時系列的には前になるっていうこともあって、うん、結構重たいドラマでしたけどね、そうやねんな、うん、でもいわゆるバチスタファンっていうのがやっぱりおるからね、おるんですねこれ、それをうまくこう引き継いだ形かもしれない、で第3位が 15.2%、 BG 身辺警護人、テレ朝1月クール、ー主演木村拓哉、キムタク、うん、まあ SMAP 解散後、はい、第1弾というか新境地というか、テレ朝で、テレ朝ですから ね、 ね、でこれがまあ数字的にもなんだかんだ言いながら第3位、さすが、まあまあ検討しましたねこれはね、でこれも次やろう思ったらできるしね、うん、できますねテレ朝はその辺やっぱりうまいですからね、うまいね、だからまあ出る方もテレ朝そういう意味では大事にしてくれるから、まあポスト水谷豊的にこう考えてるかもしれませんよね、しれんしね、で第2位が
15.7%、うん、リーガル V 元弁護士高梨翔子、強いですね、うん、米倉さんねえ、まあ、米倉涼子も本来だったらドクター X の代わりにこれをね、はい、しかも自らもなんとかもう卒業させてと、うん、新しい役に挑戦させてっていうこともあったからまあかなりね、はい、入れ込んでというか、うん、協力的にというか、うん、まあそんなこともあって10月クール、はい、なかなかいいところまでは行ったんだけど、さすがにねドクター X を超えるところまではいかない。なるほどね。まあこれからじゃないですか、第2弾やるかな。第2弾あるでしょう、もう米倉さんやったら。あ、それか米倉涼子の言うこと聞いたんだから、うん、今度はまたドクター X に戻ろうねって。もう一回っていうところでね、で堂々の第1位が 17.6%、うん、99.9 刑事専門弁護士シーズン2、あー TBS 日曜劇場1月クール、強いですね。松潤ね、これも第2弾、うん、最近日曜劇場もこうして当たったやつを第2弾っていうことも、まあそうですね、徐々にできてきた、はい、うん、もう一時はね結構低迷しましたからね、うん、日曜劇場ね、まあそれがね池井戸潤作品に出会えてから、そうですよ、ね、半沢シリーズあの辺から盛り返しましたね。ね、でまあ下町ロケット、はい、この10月クールも、うん、まあそこそこそうですね、うん、期待以上にはいかなかったけど、まあ安定した数字も残した、まあ安定してますよね、確かにね、っていうことでね、うん、でまあそんな中で、まあ、年間での1話での最高視聴率っていうのが、うんうん、1話で、はい、うん、この 99.9 セカンドシーズンの最終話の 21.0%、 あ、21、うん、あ、実はこれが 20% 超え、たった1本だけだったという、この1話だけ、まあ、この1話だけ、この1話だけですか、うん、あ、厳しいですねドラマ事情も。そう、まあでもね一時ね、うん、あの本当に1本も20いかないありましたけど ね、そんなこと思ったらまだマシかなとあ、なるほど。2位がギボムス最終話の 19.2、 あ、へえ、そこまで行ったんですか最終話。で3位がブラックペアン最終話の 18.6 と、ほう、こう考えると数字的には TBS 強い、 TBS 強いですね、えらい、うん、ほう、つまりまあ考えたら TBS のまあ視聴者っていうのは、お得意さんっていうのはやっぱり40代あたりを核として、いわゆる大人がね、そうですね、一遍見出したら見てくれる、でしかも女性層がかなり多いんじゃないかと、見てますね、義母娘なんかでもね結構若い女性にも見られたっていうこともあって、まあそういうふうに考えていくとフジテレビはまだまだいろんな意味で厳しいかなということなんだけど、当たりがなんかないというね、でまあそんなフジテレビ映画の方ではちょっとびっくりなことがあったり、これは衝撃ですね、ということで、まあ来年2019年はまあどんな話題作にどんな心に残る連続ドラマに出会えるのか、何はともあれ楽しみにしたいと思いますね。はい、